中スイス壮太選手です。まずはゲームを振り返って全体のコメントお願いします。はい、雨の中で厳しい試合展開になるなというのは予想してたんですけど、まあ、立ち上がり、前半立ち上がりに得点と後半もいい入りができたので、まあ、自身のゴールもできましたし、ただ失点というところが悔やまれる試合になったなと振り返って思います。ただ今回の得点、まあ、全得点に絡む形で、スイス選手活躍されておりましたけれども、まず1点目、はい、振り返っていただけますか。そうですね、あれは、まあ、二次攻撃のところで、まあ、チームのスタイルでもあるポケット取るというところをまあ意識していますし、まあ、自分の特徴のところでもあるので入ったところでいいものが入ってきて、まあ、中冷静に見て、落ち着いてプレーできたなと思います。2点目も振り返ってください。まあ、あれも得意な形でディフェンスラインと入れ替わることができましたし、まあ、自分もゴール狙うこともできたんですけど、冷静にアキラを見て、パスを選択できたのも良かったなと思います。そしてご自身の得点のところですけれども、いい入りから、まあ、合わせるという形だったと思うんですが、まあ、普段トレーニングの形が出たのか、なんか意識共有した部分とかあったんでしょうか。まあ、ニアに潰れるところっていうのは常に意識してますし、来季の特徴っていうところも理解した中で、来季のいいパスが来たのを信じて、まあ、入っただけなので来季に感謝します。では次のゲームに向けてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、試合まだ続きますので、これからも熱い声援をよろしくお願いいたします。スイス選手でした。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。田中選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日ゲーム全体を振り返ってまずはコメントいただけますか。前半も後半も、試合の入りはうまくいって点を取れたのは大きかったなって思います。その中で、まあ、ご自身の得点もあって先制を挙げることができました。あのシーン振り返っていただけますか。自分としてもファーストプレーで、うまくいったらその、勢いに乗れるっていうのを、周りからも自分も思ってたので、ファーストプレー目でああいう形で点が取れたのは、自分としても良かったなと思います。あの得点からまさに流れに乗ってゲームが進んでいく中で、まあ、今日失点もありましたが、まあ、セットプレーからの失点でした。ディフェンス面に関して今日全体を通して思うところを教えてください。戦う面で、他の選手たちも、球際は激しくいってましたし、セカンドボールの回収もうまくいってたので、別の部分ができてきているのかなとは思ってます。次のゲームも、無失点で、そして得点へとつなぐシーンを期待しております。ぜひ次のゲームに向けてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。日々、応援してくださっている声は、自分たちの元にも聞こえてますし、そういった人たちに恩返しできるのはやっぱ勝利しかないと思っているので、次からの試合も勝てるように頑張っていきたいと思います。次のゲームも期待しています。ありがとうございました。ありがとうございます。